漫画技術研究会新刊レビュー班は、はい、このですね、動画は毎週1回新刊をレビューし、そこから得た学びをですね、お互いプレゼンし、より学びになった方が勝ちというよくわからないパブリックですそして今日は、腹痛でお腹が痛くて家から出なかった後藤に代わり、漫画ソムリエの東西さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。なんか突然こんなことになってすごい緊張してます。はい。はい。で、鏡京介です。で、今回やる作品がですね、こちら。錦糸町ナイトサバイブ、松田舞先生ですね。作品的にはですね、秋田からキャバクラのドラマ、を見て憧れて上京してきた女の子が、まあこの通りの二十歳にもかかわらず中学生に間違われる感じのリックなので、いろんなキャバクラから戦力外通知を受け、でしょうがなく同じ秋田から上京してきたおじいちゃんの歯科医師のところに転がり込み、そこで歯科助手として働きながら、採用面接の際にキャバクラでドンペリ終わって作った借金300万を返すためにですね、頑張るという話ですね、っていう感じで、それになんかこうちょっとラブ要素などもありっていう。そうですね。はい。はい、そうね、300万の借金を作ったキャバクラのボーイの黒服の兄ちゃん、メガネの兄ちゃんにラブであると。そうですね。はい。っていうような話です。まあ、コメディ作品ですね。いろいろな人々との掛け合い。ラブコメというほどラブはない。僕はそこは主軸ではあるけれども、一番の売りではないと思いますよ。なるほど。はい。でですね、今までですね、私とね、後藤がですね、バチバチやりながら戦ってきたんですけど、それをですね、あそこのスタッフ席で悠然と見守っていて、そうだったんですね。今ここに引っ張り出されていると。いやー、なんでこんなとこに巻き込まれとんじゃ。こんな企画やだ。まあ、もう、ね、はい、諦めてください。はい、諦めます。というわけで、じゃあ、どっちが先にやるか、じゃんけんしましょう。はい。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、これ、ショー。はい、これ、ショー。あー、負けちゃった。どっちがいいですか。先行。あ、よし。ここがよかった。マジで、はい、マジで、はい、いいのか、いいのかな、多分、全部ひっくり返せる限りある。おー言うてくれよるわ。じゃあまず先行というか、はい、いきますよ。まずですね、これ誰が読んでもわかると思うんですけど、歯科助手という、主人公の目線を通してですね、歯医者さんのことが語られていると。まあ、基本的に漫画はですね、こういううんちく要素とか、へーっていうトリビア要素があると、まあ、基本的に強いですね。前も言いましたけど、ありまして。で、特に歯医者さんって、行って、なんか、うわーっていろいろやられるけど、よくわかんないじゃないですか。見えないし。今何入れたの、ちょっと待って、今何やってんの、これ何してんのみたいな。なんかね、ちょっとすんだけど気持ち悪いんだけど、みたいな、あるじゃないですか。はい。あれの正体がわかる。わかります。っていうところが、まず一個楽しい。で、もう一つね、こっちが重要なんだけど、全体的にですね、この話、緩いんですよ。秋田から上京してきて、300万借金をこしらえて、みたいな。で、まあ、この子、結構頭が悪いんで、なんか結構ね、普通に考えるとお先真っ暗な感じなんですけど、それでもこの作品は非常に緩い感じで、やってまして、状況は厳しいんですけど、周りの人はですね、キャバクラの黒服とか、オーナーとかも含めて、なんかみんな微妙に優しくて、でですね。で、さらにね、ここポイントね。はい。フラグがですね、フラグっていうかですね、A を押したら B になるの、A を達成する前に、B がなくなったり、B が達成されたりするんですよ。つまりですね、まあ、300万借金は持ったじゃないですか。で、店長から、300万返したら、うちで働いてもいいよって言われるわけですよ。はいはい。まあ、普通の漫画だったら、300万返したら、キャバクラで働けるっていうですね、まあ、ゴールが明示されたわけなんですけど、で、勤め先のメガネの兄ちゃんのことは好きなんだけど、そういうわけで、300万達成したら、私はここで働けるから、それまで待っていてくれますかって聞いたら、いや、就活の時期になったら辞めますって言われて、まあ一瞬で終わる。うん、で、さらに、その後、出れる子が少なかったんで、キャバクラ嬢少なかったんで、この子が引っ張り出されると。こういう感じで、A ができたら B になるの、A ができたらが全然できないうちに B が達成されたり、もしくは、達成してもダメっていう状況ができたりするってですね。っていうあたりが、これらですね、その全体の緩さにつながってると思うんですよね。がむしゃらにならないとか、がむしゃらになろうと、スタートを切ろうと動き出した瞬間に終わるみたいな。っていうのがですね、この作品のポイントですね。こういう緩さをですね、作りたいときはですね、目標を立てて一瞬で壊す。いいと思いますね。以上です。はい。なるほど。いいですか？見せてもらおうか。漫画ソムリエの実力を。はい。今、
加賀美さんがプレゼンした A を達成して B が現れてっていうような部分っていうのは、これなぜそういう風に提示した目標がガラッとずれるかというと、この物語で一番描きたいっていうものではないから、あえてそこをずっと引っ張りたくないから軽く流してるんですよ。ではこの錦糸町ナイトサバイブで描きたいっていうものっていうのは何なのかっていうと、人々を鼓舞して送り出すヒロインという物語の企画性を打ち出したい、うん、なので彼女は一番最初に錦糸町という町にやってきてキャバクラ嬢になりたいと思ってくるんだけれども、全部追い返されちゃって深夜会議をされている司会転がり込むわけなんですけれども、一番最初の目標で例えば錦糸町の中でキャバ嬢として人々を送り出して、鼓舞してやる気にしてっていう企画感のお話だったらば、それもそれで成立するお話なんですよ。でもなぜそれをしなかったかというと、彼女が人々を鼓舞してやる気にさせて励ましてっていうことは、基本的に彼女がしたくてしてることだから、お金をいただいてしてるっていう風に描きたくなかったんだと思うんですね、この松田先生は。なのであえてそういうキャラクター性みたいのを打ち出すために、まずキャバ嬢として面接を受けて、それでダメでそれでもキャバ嬢になりたいんだという、人々を応援したりだとか人と接するのが好きな女の子というキャラクター性をまず見せたかった。でその後に深夜会議をされている司会を送り込むことによって、その彼女の魅力みたいなものが存分に発揮されるというところを描くための作り込みみたいなところがすごい上手いなと思いました。なるほど、はい、それじゃあこれあれだ、俺もねちょうど言おうと思ってたんだけど、あのねこれね日の丸相撲に似てるんですよね構図が。ああの、うん、日の丸相撲もねプロの相撲取りになりたいけど、うん、あの体格的に難しいっていうですね、うん、まあ、これもそのキャバクラ嬢になりたいけど体格的っていうか、まあ見た目的に難しいと、うんうん、で最初に今困難を示すことによって、うん、スムーズにできなくするところでそのキャラの葛藤とか頑張りとか、うん、キャラクター性が出てくるっていうことですよね。そういうことですね。うん、乗っかりましたね。いや言おうと思ったんですよ。言おうと思ってそうなので、この彼女のまずキャラクターを推しているドラマであるよっていうところを見せていくっていうのが面白いところだし、うん、実際にこの作品が、まあ、ツイッター上でバズったっていうこともあるんですね。それは錦糸町あるあるネタみたいなものが実際にあるお店だったりだとか場所だったりがこう随所に織り込まれてるんですね、物語の中で。でそういったものが作品の中で織り込まれることによって、まあ実在感みたいなものが出て、で応援される人々がすごく自分に近い人々というふうに描かれているのがまた魅力かなと思います。以上です。なるほど、はい。まあ確かにね、うん、まあおっしゃると一理あると思って、はい、まあね、そのね、はい、キャバクラになりたい子はキャバクラになってからスタートだと、うん、まあそれ以上書けないですもんね。そうですね、うん、あとこれがもともと司会で働いてる女の子の日常から入ってしまうと、それはそれで弱いんですよ。なぜかというと、この子の無茶苦茶さが描かれないから。なるほど、なるほど。書きたいのはそのキャバクラ嬢になる精神性というか、そっちの方でそれはキャバクラじゃないところに置いた方がよりそれを目立たせることができると。そういうことです。なるほど、なるほど。うん。まあまあ一理ありますね。じゃあまあまとめると、はい、これ何言ったっけな、これ目標達成、提示した目標からずっと。ああ、そう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 。うん、あのね、ちょっと動揺しますけど。A をしたらね、B になるっていうのね。そこはね、そのまま乗っからせて、読者にゴールを見させて、ひた走るという感じじゃなくて、提示したゴールはあっという間に潰していくことで、まあ、このいうね、ゆるい作品、世界が作れると。で、東西さんの方が。キャラクター性を押し出すのであるならば、まず、リアリティのある状況みたいなものを作り出して、その上に放り込んでみる。で、その上で、そのキャラの魅力に元に集まってくるという企画感を、展示するという。あ、ちょっとよくわかんない。そうですね。時代は癒しではなく鼓舞する物語だという企画を伝えたいっていうのはすごい伝わってきていいなと思いました。はい、それを伝えるにはキャバクラよりもキャバクラに憧れている歯科女子という状況の方が伝えやすいみたいな感じ。うん、そうです。OK、うん。まあ、今のところ互角かなって感じなんですけど、じゃあ、井本さんに判定していただきましょうか。そうなんですね。じゃあ、先行の鏡だと思った人。はい。じゃあ、ごめんの搭載だと思った人。はい。はい。
まあ、皆さんに見えてないんで、まあ、東西さんの勝ちですよ。これね。いやー、難しいですね。難しいですね、これね。プレゼン、難しいですね、でも。そうですね。うん、東大さんの趣旨を、なぜか加賀美先生がガンガン補強していくという、そう。謎スタイルでございました、今回。キャバクラ職業の機能としての精神性を持つキャラクターを出すためにキャバクラに置かないっていう、うん、そこはまあ一つ学びかなと思いました、うん、それだからあるキャラクターの精神性を体現させたかったらその精神に沿うような職業を目指させてかつそこから外すという手法、うん、そうですねが一つ発達されるかもしれないということですね。江本さんの勝ちだわこれ。勝ちだわまずね、さっきも言ったけど日の丸相撲もそういう感じで一回ね、困難っていうか、うん、うまくいかない状況を作るっていう感じですよね、うん、そうですね、うん、はいはい、まあ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 、ゲストなんでね接待ゴルフ的なやつでもね、まあそうそうそう、あの僕プレゼン下手なんでね、すごくありがたかったですね。あー、東西でごめん、もう帰ってきてはい、じゃあそんな感じで、はい、こっちにですね登録ボタンがありますんで、はい、よろしくお願いします。ほんじゃあまた次回、さよなら。さよならハンターの話載せたね。あ、そうですね。追加します。追加しますか、うんうん、今週のハンターハンターに関して、うん、東西さんには意見があるということで、ちょっとおまけコーナーを。今週のハンターハンターは釣りの能力説明みたいな回ですよね。チェリードニヒ王子の、はい、あの10秒間一瞬で時間が経って、はい、その後追って10秒間ってやつですよね。そうです、そうです、はい、あれについてなんですけど、小菓子先生の作品を、まあ、ずっと読んでる人ならわかると思うんですけれども、先生はものすごく単純な答えがあるときはその簡単な答えを隠そうとしてものすごく複雑な物語に見せようとするような技術を使われるなっていう風なのがあると思うんですけど、どうでしょうか。ひそか対クロロってことですよね。そうですね。あれもね、リアルタイムで読んでる時とか、東海先生どうしちゃったんだろうこんなもの理解できやすいのかよって思ってましたね。今回も実は簡単に説明するとこうなんじゃないっていう、実感を移動したりするというか次元を移動したりするような能力なんですよね。ってことはこれからこういうことが起きるのかなって予想してほしくないから、わざと10秒とか時間制限があったりだとか、その説明が難解になってるんじゃないかなと。チェリードニヒもずっと勘違いしてるってことですよね、自分の能力を。つまりそうですね。この能力のなんとなく肝みたいなところで気になるところを隠したいのかなと思っていて、絶を使ってるってことは発は使えないはずですよね。そう、あれすっげえ不思議だったんですよ、うん、つまりここに何だろう、注目されたくなかったのかなって。絶を使絶してるのに発が使えてる、そうそう、うんうん、で絶を使ってるのに発を使ってるってことは何か補強するような能力があるのかなって思うんですけれども、それが守護霊獣なのかなというふうに思うんですよ。でも守護霊獣は3回嘘ついたってやつでしょ、うん、あれそんなになんかいろんな能力あるの。その霊獣がなんかサポートできるようなものになっているのかな、もしくは彼一人の能力じゃなくて何か他の副次的な存在が補完してるのかなっていう。あ、じゃあ絶なのに初使ってるっていうのが例外的な特質系だからとかじゃなくて、うん、なんかあるんじゃないか。何かある。もう一個、ええ、でそれが攻略のポイントなのかもしれない。です。なるほど晩餐会の話はしない。晩餐会、あ、そうですね、そこら辺で、移動しているっていうところに、そういう時にあれですもんね、晩餐会で音楽聴いてるんですよね、ちゃっかり。つまりそういうことでしょ本人も自覚してない次元移動みたいなのがこれから行われるのかなっていう。 D4C みたいな。そうです。ハンターの世界観の D4C ってあるのかな。まあそんなこと言っても分かんないな。そう、分かんないですね。 あとそう、もう一人なんか移動できるやついたじゃないですか、原油量だと今かなりのやつ。
あれって次元移動してるんだっけ？移動してる系っぽいんですよね。え、次元っていうか平行世界に行ってるでしょ？セリドニヒ。セリドニヒは平行世界に行ってるっぽいじゃないですか。だけれども、次元を移動してるやつと組み合わさることによって、なんか、アクシデント的なことが起きるのかなっていう可能性もあるかなって思いますよ。でも判断の世界で平行世界移動してたら、はい、じゃあこのクラピカとあっちの世界のクラピカって実は違う人なんだよねってなって、ちょっと読者が興ざめしない？なんかジョジョは、まあもうああいう漫画だから、それもそれでありじゃん。そうですね。ちょっとなんか、ハンターでやるの危険じゃね？危険ですね。危険だし、ツレイドリヒが今自分の能力をああいう風に解釈しているけれども、あれの彼の解釈が間違ってるっていうことじゃなくて。間違った結果、平行世界にあるってことでしょ？なんかこう、ズレを直してるとかじゃなくて、もう平行世界に飛んでるみたいな話でしょ？そう。なんでしょうね。なんか、一理あるとは思うけど、ちょっとリスキーな気がしますね。相当ね。はい。なんだろう、平行世界、暗黒大陸。まあ、暗黒大陸があるからね、何があっておかしくないんだけど、あとさ、テイタちゃんは、今後どういう目に遭うと思いますか？いや、もうめちゃくちゃひどい目に遭うでしょ。いや、それはそうなんでしょうけど。人間じゃなくなるんじゃない？俺もそう思う。今回ね、俺ね、なんか、動画になる頃に多分3、4週経ってるから、俺たちの見当違いの発言を後で言うかもしれないんだけど。いいじゃないですか。今、なんか、セリードニヒが、なんか手合わせしようぜって言ってる男の一人じゃないですか。彼はね、その手合わせで死ぬと思うんですね。そうですよね。で、うわーって追い込まれて、テータちゃんもひどい目に遭う。ですよね。その後テータちゃんもひどい目に遭うと思う。そう。彼はね、多分手合わせの最中に、その能力を何度か体感するじゃないですか。はい。彼もまあ、一発のハンターと思うので、多分ね、何度も食らってると、まあ、仮にゼリードニスさんの考える通りの能力だとしたら、何度か食らってるうちに、多分ね、掴むと思うんですよ。なんで、絶の時に毎回おかしなこと起こるんだろうみたいなとか、なんだか掴んだところで、セリードニヒがもう捨て置けなくなって殺すと思うんですよね。最初から捨て置く気はないかもしれないけど。まあなんか攻略のヒントを掴んで、で、テータちゃんに伝えて、テータちゃんは伝えられたことに対して、実践しようとして、失敗して、ひどい目に遭う。みたいな感じですよね。それをまた誰かに伝えるみたいな流れ。いやーなんか、俺的には、掴んだけどあっさり死ぬとか、もしくは掴んでテータちゃんに伝えるけど、テータちゃんは何もできずにやられるとか、そんな感じだと思います。なんか、それっぽくないですか、トラス先生。ああ、そうですね。めっちゃ楽しみ。ハンターの予想してるの楽しいですよね。全然、見当違いが。あと何試合あるんだろうね。あれじゃないですか、テータちゃん自体は、わーって言って、引いて、そっから、1、2年、放置なんじゃないですか。はい。はい。てな感じで、じゃあ、また来週。です。Thank you.